こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレッツゴー EV やっていきましょう。ね、お供は色違い宿にしました。今日は今晩連鎖かけに行きたいと思います。で、まだやってなかったんですけど、確かこの辺に出ると思うので、ここで、あ、コンパンマスターもいるし、この辺からスタートしようと思います。一応用意してきたのは、多分いけると思ったので、スーパーボール100個とモンスターボール55個でいけるんじゃないかなと思って持ってきました。予備ハイパーボールとプレミアボールです。結構ね、プレミアも多くなってきたんで、どこかのタイミングで使おうかなって思います。じゃあコロンいきますか。サクあれサクッとで、おい待って、あれコダックもいいよね。コダックもいいよね。どうし、コダックにしようか。はい。コンパンとか言って、コしかってない。待って、今すぐ投げたいんだ。あ、え、軽い。一匹も捕まえてなかったから、もういいことにします。今日ね、コダックの日、コンパンの日のつもりだったんですけど、やっぱ可愛いね。エクセレントで1匹目捕まえて、ちゃんと連鎖できるように頑張ろうと思います。そして、あ、何体連鎖かけようかめちゃくちゃ迷ってるんですけど、一応100にしようかなと思います。まあ、コンパンも最初コンパンって言ってたのに変えちゃったので、コダック100にします。間にね、コダックの色違いが出てきてくれたら嬉しいけれど、でも今までね、コンパン、コダック、どっちも連鎖してなくて、あ、ほら、今回で5匹目ですよ。しかも一番ちっちゃい。スモールとか小さいサイズじゃなかったのに一番ちっちゃい。それぐらい、捕まえてなかったってことですね。はい。まあ、とりあえずこの辺で今出てる子捕まえて、違うところでもコダックだったら出てたはずなんで、移動しちゃおうかな、なんて思います。これ、レベル帯だと、13から15ぐらいとかで出るんじゃないかな、この辺はって思うんですけど、違うかな、多分13、14ぐらいをよく見てたはず、多分。2連続ゲット。どこだったかな、違うとこでもいるんですよね。6番道路とかにも確かいたはずなんで、ちょっとそっちに移動してコタック連鎖かけようと思います。山吹、あ、ここだ。下から行った方が早かった気がする。そういえばコロンつけてた私、もったいないことしてるよね、これやってしまってるかな。まあいいか。ヤドンくんゆっくりだね、移動すんの。かわいいな。どうしたの、サイコロに向かって、え、私にじゃない、あら、頭の上のイーブイちゃんが気になってしまったようで、まあそういう時もありますね。あ、出てないね。もうちょっと待ったら多分出ると思うんで、コダック出るまで待って、こっちで連鎖やり直しじゃないけど続きやってみようと思います。いた、2匹出てますね、よかった。じゃあ近い方か、あーってコロン歩きすぎましたね、やっちゃった、もったいない。あーあ、飛ぶとこを間違えるとこうなるんですね、気をつけよう。モンスターボールで大丈夫かな、ちょっとレベルがこっちの方が高い感じがするんで、もしかしたら、あ、いけた、いけますね。スーパーボールの方がいいかなってちょっと思ってたんですけど、モンスターボールでもいけそうなんで、使い切ったらスーパーボールにして、100匹まで連鎖足りなかったらハイパーボール使います。結構来てるよ、そろそろ。あ、これでね、12匹目なんで、レア系も今出始めてるんですけど、そろそろ逃げる動作もちゃんと確認しないとやばい気がしてならない。まだ大丈夫だよね。どういう動作なんだろう、今みたいに首振るやつなのかな、違う、これ、これなんか普
通の動作な気がする。逃げないでね、逃げないでね。あ、あ、今のやつだ。やらかした、やらかしたけど、あー、まだ10匹台でよかったねえヤドン、どうしよう、大丈夫かな。コダックのことが気になるの？私は逃げたコダックの方が気になるよ。あー、やっちゃった。あ、出た。もうさっきのね、逃げる動作はちゃんと完璧なはずだったから、逃げてるんだけど、やばいかな。やっと40なんですけど。あ、よかった、スーパーボール早い。いいね、変えてから本当に楽。経験値もね、ちょっとずつ増えてきましたね。366経験値、40でもまだ半分じゃない今日100匹って言ってるから100匹にする、頑張るけど、まだ半分じゃないですね。長いな、100匹って。あの、逃がしてからと、1匹から20匹ぐらいまでかなは、コダック数が少ないんで2分に1匹ぐらいだったんですけど、今すごくいい感じにサクサク捕まってて嬉しい。お、アーボ、 B ボタンだ、間違えないぞ。アーボダメ、違う、みんなダメダメダメ、よしよし。あれ、出なくなっちゃった。ん？あ、来た。あスキップしながらどっか行くの可愛いね。もうちょっとで100なんだ。はい、ハイパーボールもちょっとずつ少なくなるから一発で、嬉しい。よかった、これ一発じゃなくていっぱい使うとね、次回のハイパーボールをね、調達するのが結構厳しいっていう最近あの四天王戦行って一箇所事務戦でジムリーダーやってお金貯めてる感じです。全部回ればいいんですけど、なんかね、効率を考えたらその辺しとけば大体ハイパーボールも結構な数変えたりとかするので、そうしてます。いけそうですね、100。今回は逃がすのはやらなくても良さそう。逃げるとかもね、あと50匹ぐらいまではよくやってたんですけど、いいね、よかった、逃げなくて済んでる、嬉しい。危なくなったらもう速攻逃げてます。で、一応これで100匹捕まえられましたので確認しますか。出ないしね、もしかしたら101匹目が101匹ワンチャン目みたいで、いいコダックが出るかもしれないんですけど、とりあえずは100できました、よかった。ここ移動してきてからちょっと出るのが少なかったんですけど、途中から、お、来た来た、途中から結構ね、パッパッと出てきてくれてたんで早かったです。移動してきてよかった。101匹コダックしよう。はい、個体値いいかな。あと日付超えちゃったんで、今日もまたあれです、占い師さんのところ行ってきたのに違う性格に途中からなっている、悲しいしょうがないですね。101匹目コダックです。ではここからは確認作業していこうと思います。 5V の子だけとりあえずチェックします。どうかな、うわ、いっぱいいる、880匹もいるんだ今。そっか、様子を見る。あ、4V4、お、今4だったね、4だ、素晴らしいまではいってるんだけどな。お、いないいない、やばい、 5V いない。色違いはね、出なかったですけど、 5V はね、多いと思うんだけど。お、4V だ。待って、いないの？いた、特攻、特攻抜きか。まあ後でね、全部チェックしてから性格見て
どの子にしようか選ぼうと思うんだけど、あ、これもだ。防御は欲しいな防御は欲しいな。あ、ここね、繋がってる。でも特攻武器が多いのかな。あとは、あ、お、あ、これいいんじゃない。すごくいいだけど、 HP だけすごくいいか。 HP 最高で違うとこが良かったな。これも 4V だね。そ、あの各個体によって個体値が違うっていうのちょっとね話しててコメントでもいただいてたんですけど、性格によってポケモンって性格でこの、 あの HP が伸びやすいとか素晴らしいがもともとあったとか最高になってるってしても、あの最高とかでもあれなんですよね、数値の上限が違ったりするんで、そこもねちゃんと見てるんですけど、あの手抜きもたくさんしてますよし、じゃあ今の子たちで1匹、2、3、4、5匹あ、5匹いました。100で5、少ないね。あ、でも普通なのか。100分の5匹でしたね。この子にしようかなって思います。冷静、冷静、ちょっとあれだけど、まあいいか。持ち技を変えたりとかまでなんとかカバーしようと思います。ということで今回はコダックレンさん101匹コダックになりましたが、やってみました。色違いの子出なかったんですけど、また違うポケモンを捕まえるときに色違いの子が出てくれたらいいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!